おはようございます。おはようございます。ケニチくんです。ケニチです。今日はここ泉南市にある岡田浦漁港というところに朝市を見に行こうということで現地集合でバイクで来ましたよ。僕の BM と彼のホーネット。彼ホーネットなんですね。知らなかったよ。生きて走してるやつがいるなと思って音だけうるさいバイクだなと思って後ろから追いついたらケニチでした。そうなんですよ。さあじゃあ行ってみましょうか。9時ぐらいがなんか一番人がいっぱい来て盛り上がるらしい。サザエ、エヒ、エヒが売ってる。いいわ。美味しい。あ、そう。カーが売ってるね。カ、うん、も美味しいんだよね。あ、そうですか。あ、そうですか。多いですね。あ、ですね。タイも本当だ。タイも安い。やっぱいけないわ。母ちゃんです。すいません。ノーメイク母ちゃんです。はい、いつものことです。大量バタ。大量バタ。登りじゃないよ。綺麗だね。そうですね。もう明らかにこの朝市の中で違和感を放つ2人ですね。いいとこだね。でも海がすぐそこでさ、はい、気持ちがいいよ。初めて来ました。よ、あ、本当？俺も初めて来ました。リンクプレミアムアウトレットは何回も行ってるんだけど、はい、そっから先はなかなか来なかった。ないですもんね。あ、一般競りとかありますか？そうそう、なんか競り体験できるらしいよ。ここで競りをやるんですってことでしょ。卵目いっぱい入ってるやつ。これいいですよ。そうそう。これがこの卵が目いっぱい鬼のように入ってる。よし、ホットドッグちょうだい。嫌じゃん。嫌なんか。嫌なんや。こっちがいい。これ何？エグ？うん。これ卵ロール。卵、あ、卵ロールの。はい。お願いします。一個でいい？はい。はい。何買ったの？これ350円。これすごいですね。これすごいですね。これ何？サンドイッチですよ。サンドイッチ。お寿司のサンドイッチ。お寿司サンド。はい、これお寿司サンドイッチ。ユーチューバー。有名。これ彼は有名ですよ。彼有名ですよ。あ、もしか。見てる？本当に？本当かな？怪しいな。はい、これ何？ガッチョの唐揚げです。ガッチョの唐揚げですよ。ガッチョーかなりいいですよ。ガッチョー、はい、ガチョーン。さっき言われましたね。というわけでガッチョー食べてみよう。お酒飲みたくなる感じだよね。まあ、絶対、はい、お酒。あ、うまい。うまいでしょ。うまい。これはビールがいるよ。ビールが、うん、サクサクだね。揚げたてですよこれ、うん、サクサクガッチョー、うん、はい、ガッチョこの倍ぐらい量欲しいな。そうなんですね。結構生魚ではめっちゃ高いんですよ。あ、そう、はい、タコロッケいた。熱っ。揚げたて、揚げたて、揚げたてタコロッケ。うわうわ、あ、うまい。あ、ビール。ビールこれビールですよ。お、ほんまビール、ビールね、ビール、はい、ビール、ビール、絶対ビール。めっちゃうまい。いや、ほんまと、めっちゃうまい。うまい、うまい、うまい。タコの旨味がごつ出てますよね。うん、サザエです。サザエ、サザエ美味しそう。1個200円。あと、あれはなんだ。 あ、タコだ。魚とタコです。釣り堀です。タコとタイと他にも魚がいました。そうですね。あ、これがガッチョン。あ、これがガッチョン。あ、これがガッチョなんだ。結構いい値段します、ね。そうだね。結構価値があります。確かに、はい。これが値段いいって言う。あ、すいません、イサキ。はい、はい、大きいの。取れた。イサキ、つかみ取り。おお、いや、すごい。もう締めるだけでいいです。もうあの、ないことそのまま足を出せば。あ、はい、イサキゲットです。イサキゲット。あ、これはいいね。これはいいね。これは絶対いいね。はい、ガッチョの唐揚げを買います。先週名物です。ありがとうございます。じゃあ、すごい楽しかったな、はい、あ、よかったです、本当に。ね、よかったね、はい、まあ、また来ましょう。はい、また来ましょう。ぜひお願いします。